今日のリアは負け知らずなんだから。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど、協力してもらえるかな？
感じ？ こんな感じ？
こんな感じ？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。ん？どうかした？人がいる。大丈夫、まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて、何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな？わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから、私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたな。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。今日は何をしたい？今日はあなたと遊びたいな。え？固くならないでよ。大丈夫。今日はゲームをしたいわ。なんだって？何ぼーっとしてんのよ、ちゃんと聞いてる？最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それならよかったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって面倒だけど大丈夫よ。
気にしないで。そうよ。指数上昇。データ以上。
さすがは私のエースね。次元の超常率が 7% に近い。研究を急ぎ、神宮寺直人の審査を前倒しにしよう。臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード1-12、今後はサキュバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。超常現象を研究する中で自身にも超自然的能力が身につくことを想像したり憧れたりすることはあるかしら。ほら、彼女は今あなたが人間かそうでないのかを知りたがっているわ。あなたを疑っている。これまでと変わらず研究所の使命に対して確固たる思いがあるかしら。あなたは利用されている。人類を守るというあなたの夢を利用して彼らは人類から搾取しようとしている。あなたは騙されているの。ナオト、ナオト、神宮寺直人、我が一族がお前のために悪魔の席を用意した。陣地の外には遥かに偉大な存在があるのだ。お使いいたします。またゲームしよう。今日のリアは負け知らずなんだから。
そうよ。指数上昇。データ以上。エネルギー出力を上げるわ。
さすがは私のエースね。どこかに送られるの？僕は、いや、一緒に行くんだよ。もっと、嘘よ。僕は、ごめん、リア。僕には何もできないんだ。僕は、どうすれば。リア、逃げるんだ。ナオト君、逃げるんだ。リア、僕が後悔しないうちに。後悔した方がいいわ。これがあなたの言う保護なの？悪魔を保護してどうするのよ。リアが本当に悪魔なら、人間と悪魔は必ずしも敵同士ではないと彼女に伝えたい。人類の敵になる覚悟ができているなら死になさい。心配しないで、ナオト君。大丈夫だから。あなたは大丈夫。ナオト君、このポーションを試してみて。あー、うん、リア、魔界に来て3ヶ月でもう100種類は試したぞ。これで最後。10日前もそう言ったろ。魔界は僕をどうしたいんだよ。私を研究してたみたいに、ナオト君を研究するんだよ。研究が終わったらどうなるんだ？私の戦利品だから、もちろん私のものになるわ。どう？この顔のおかげで魔界に仲間入りできるのよ。じゃあ、これからはなんて呼べばいいのかな。リア？ハニーかな。女王様と呼びなさい。僕の忘れた記憶にはずっと途切れないストーリーがある。もう一度会えた夢じゃないかな。知らないはずの君の優しい今日のリアは負け知らずなんだから。
Thank you.
Get,
Thank you.
Get.
と。
Thank you.